一番大事なもの、どこにあるのかな。お兄ちゃんよ、目覚めるのだ。バクーだって四足歩行だ。すまんな、お兄ちゃん。お兄ちゃんが早く起きないからだぞ。ほら、朝ごはん、朝ごはん。ん？準備なんていらないよ。だって準備できてるし。完了だよ。ほらお兄ちゃん、40秒で支度するんだ。もうお兄ちゃん、40秒って言ったのに。先に食べてるもぐ。おはようございます、シド。朝食はトーストとハムエッグ、付け合わせのサラダですよ。失礼だな、もぐちゃん。大丈夫です。大したことはしていませんから。それに、指導は一家の主のようなものなのですよ。たまにはどっしり構えていてください。はい、そう言ってもらえるだけで嬉しいです。さあ、指導も座ってください。しましたか、シド。はい、私の手作りです。きっとシドも気に入ると思います。どうぞ。そうでしょうか。自分ではよくわかりません。でも本当にそうだとしたら、私はようやく指導と結婚する資格を得られたということでしょうか。おお、確かにいつもお兄ちゃん言ってたもんね。自分が料理できるから奥さんいらずになっちゃうって。それは残念ですね。難しい顔をしていますね。どうかしましたか？考え事ですか？あの、指導、もしかして。もう食
事中に考え事なんてマナー違反だぞ、お兄ちゃん。じゃあ私先に行くね。お兄ちゃんはまだいるんでしょ？了解なのだ。それじゃあ行ってきます。行ってらっしゃい、小鳥。はい。指導は私がここにいることに何の疑問もないのですね。私が最後にあなたと話したのはいつなのか覚えていますか？やはり指導を覚えているのですね。私と過ごした本当の時間を。そうですか。ならばこれは明らかに異常な事態と言えます。はい、この世界は何らかの改ざんが行われている。現実と言っていいかすら分かりません。指導、忘れてはいませんか？私はフラクシナスの管理 AI です。本来データのみの存在ですが、私はここにいます。それはありえません。あの時フラクシナスが受けたダメージによりマイリトルシドー2は完全に機能を停止しました。はい、実は先ほど小鳥に私がここにいるのはおかしくないかと聞いてみたのですが、小鳥はこの状況がさも当然だというように、マリアは先週からずっと一緒に住んでるじゃんと答えました。そういうことです。原因や意図は不明ですが、私と指導以外何らかの方法で記憶の改ざんを受けていることは確かです。もしかすると何らかの攻撃の可能性も考えられます。そもそも精霊の力やそれに準ずる技術には未知の部分が多いのです。それが可能な存在がいないとは断定できません。確認できていませんが、おそらくは霊力を保有している指導でさえかすかな影響を受けているようですし、私には一切影響がないようですが、おそらく、もちろんこれも推測に過ぎませんが、私の記録ではこの世界は唐突に発生したようでした。もし指導に改ざん前の記憶があるなら発生した時のことを教えてもらえませんか？そう簡単にはいかないようですね。現状ではわからないことが多すぎます。少し
様子を見た方がいいかもしれません。ではお願いします。でもあまり不自然な行動は取らない方がいいかもしれませんね。この事態を引き起こした誰かのことを考えれば。はい、当然です。私は指導のマリアですから。なぜですか？指導はそう言われることに何かやましいことがあるのですか？わかっています。これは私なりの冗談です。もしや今頃気がついたのですか？嬉しいです。指導は女の子の扱いがうまいようで下手ですね。いいえ、勘違いさせるような言動は慎んだ方が良いのでは。それならもっと勉強しなくてはなりませんね。少し話しすぎたでしょうか。状況を確認するためにも学校へ早く向かった方がいいかもしれませんね。はい。どうかしましたか、指導？あ、そうですね。少し浮かれすぎていたかもしれません。今の状況を考えれば、緊張感が足りていない証拠ですね。すみません、指導。指導ならそう言ってくれると思っていました。はい、実際に来てみてようやく私も雷禅高校の本当の生徒になれた気がします。だから少し失敗してしまいました。バレましたか。指導は鋭いですね。もしかしたらマリナの影響かもしれません。指導、急
に立ち止まってどうかしましたか？シド！シド！私、リンネ、その神、リンネだよ、シド。私も指導と同じこと考えてる。どうしてここにいられるんだろうって。でもね、今はそんなことどうでもいいって考えちゃってる私がいるんだ。ダメだよね。嬉しいな、指導は全然変わってないみたい。私の知ってる指導のままだね。私たち似た者同士なのかも。うん、幼馴染だもんね。おお、リンネではないか。久しぶりだな。心配したぞ。リンネお姉ちゃん、おかえり。戻ってくるのってやっぱり今日だったんだ。小鳥ちゃん、久しぶりだね。元気にしてた？うむ、息災であったぞ。私も元気元気。リンネお姉ちゃんは？私は、そうだな、早くみんなと会いたくて仕方なかったかも。あ、私ヨシノたち呼んでくるね。そうだな、それがいい。任せたぞ、小鳥。小鳥ちゃん、あんまり走ったら危ないよ。大丈夫。それに答えられるのは本人だけではないでしょうか。いたのか、ですか。人を放り出して彼女とイチャイチャしていたのはどこの誰ですか。いいえ、全然怒ってませんよ。あ、ごめんね、シド。私、家に一人で住んでることになってるんだ。それでしばらく両親に顔を見せに行ってたってことみたい。シド、リンネ、内緒話か？そうだよ、トウカちゃん、久しぶりだから何にしようかなって。なるほど、リンネの料理は絶品だからな。今から楽しみになってきたぞ。おーい、連れてきたよ。
ございます。帰ってきてくれて嬉しいです。やっほー、久しぶりだね、リンネちゃん。ふんふん、リンネよ、ようやく救済の旅から舞い戻ったか。お主の尽力により闇の正気は払われたようだな。祝福、何事もなかったようで何よりです。おめでとうございます、リンネさん。いない間とっても寂しかったですよ。みんなありがとう。これからもよろしくね。私もかぐやちゃんとゆずるちゃん、ミクさんと過ごした記憶があるから。そうだ、リンネの帰還を皆で祝おうではないか。ああ、それはナイスアイデアですよ、どうかさん。こう立食パーティー的な。それなら問題なさそうですね。みんなで好きなものを焼きながら歓談が可能です。おお、鉄板焼きか。それはいい考えだな。肉に魚に野菜に何を焼いてもいいのだろう。なんだかワクワクしてきたぞ。せっかくだし、その方が楽しいんじゃないかな。みんなで持ち寄ったりして闇鍋みたいな。もちろんちゃんと私たちで食べられるものを用意してね。うわー、みんな話しすぎだよ。そろそろ行かないと大変だぞ。そうですね、小鳥の言う通りです。あんまりゆったり歩いていたら修行に遅れてしまうかもしれません。それじゃあ私はあっちなのだ。あ、私も帰ります。皆さんまた後で。あのパーティー、私も楽しみにしてます。うん、楽しみだよね。ヨシヌンも楽しみすぎてテンション上がっちゃう。では行くぞ、ミラノモノ。祭事に遅れたとあっては病の名がすたる。納得ですが、先に門をくぐるのはユズルです。タタタ。ユザル、ちょっと待ちなさいよ。行くぞ、我が眷属トーカよ。ユズルに先に行かれてはならん。うむ、分かったぞ。あ、皆さん、置いていかないでくださいよ。もしかしたら気を使わせちゃったかな。ううん、なんでもないよ。私たちも歩こう。じThank you.
わからない。指導は私にこう聞きたいんだよね。本来ありえない私が存在している世界、この世界はエデンなのかって。不思議な感じなの。私にはわかる、ここがエデンの中だって。そして私は確かに自分がその神リンネだと認識している。だけどね、私はルーラーではない、それは間違いないと思う。指導には信じられないかもしれない、でも今の私は何の力もないの。あなたの理想の世界を用意することも、ここから戻してあげることもできない。言ってしまうなら、私は抜け殻みたいなものかな。すべてを失って投げ出された残り物、それが今の私。ごめんね、シド。私はあなたに何もしてあげられない。きっとこうなっているのも私のせいなのに。シド、ありがとう、シド。本当に嬉しい。なるほど、その神リンネの事情は大体理解しました。はじめまして、その神リンネです。あなたはアルス・マリアさんだよね。マリアと呼んでいただいて結構です。あ、うん、じゃあマリアちゃんでいいかな。はい、問題ありません。ありがとう。ね、私の中の記憶にあるマリアちゃんは、先週ホームステイに来た外国に住んでるハーフの女の子。でもそれは本物じゃない。そうだよね。そうなります。私は本来フラクシナスの人工知能です。こうして人と変わらないだけのパーソナリティを有していますが、本物ではありません。ごめんなさい、そういう意味で言ったんじゃないの。あなたを傷つけるようなことを言って本当にごめんなさい。その神リンネ、あなたは優しいのですね。そんなことないよ。私も教えてもらったの、もっと優しい人に。それはあの人ですか。マリアちゃんが考えてる通りの人。そうですか。指導には関係ないこともないですね。そうだね、指導には関係あるようなないようなことだね。ともかく、指導やその神リンネの会話から状況は推測できました。エデンと呼ばれる天使、あるいはそれに類似した能力の発動が、この現象の鍵になっている可能性が高いのですね。
いえ、ここが電脳空間でないことは間違いありません。しかし、私たちが異常な状況にいるのは確かです。解決するためには情報が必要でしょう。とりあえずはいつも通り過ごせばいいのではないでしょうか。まずはこの世界がどうなっているのかを確認するべきです。もちろんこの用意された日常を逸脱しない範囲でですが。はい、この状況の中で過ごすうちにその意図は見えてくるはずです。何者かがマリナのように接触してこないとも限りません。そうね、私もマリアちゃんに同感かな。予感がするんだ。きっとシドウは答えにたどり着く、そんな予感。奇遇ですね。私もその神リンネと同じです。マリアちゃんもなんだ。あ、リンネでいいよ。マリアちゃん堅苦しい感じするでしょ。わかりました。これからはリンネと呼ばせてもらいます。うん、改めてよろしくね、マリアちゃん。はい、こちらこそよろしくお願いします、リンネ。でもちょっと走ったから汗かいちゃった。はあ、まったく指導の計画性のなさには困ったものですね。確かにそうかも。指導は真面目に見えて意外と大雑把なところあるもんね。二人ともシドウのことをちゃんと分かっているということです。そうそう、シドウのいいところも悪いところも全部私たちは知ってるってこと。あら、シドウさん、今日は随分と遅かったですわね。それに修行直前に来たばかりか、両手に花だなんて。シドウさんも年頃の男の子ですのね。何をそんなに驚いておりますの？クラスメートなのですから当然でしょう。気のない返事ですのね。いくら指導さんが女の子に好かれやすいからといって、そういう反応をされると傷つきますわ。泣いてしまいますわ。ではお詫びの意味も込めて、ここでそっと頭を撫でていただけまして。あらあら、残念ですわ。ですが指導さん、リンネさんが戻ってきたからといってあまり気を抜いていてはいけませんわよ。マリアさんですの？それならあちらですわよ。飛び位置折り紙、
それは本当なのか？間違いない。その神リンネは脅威。彼女が帰ってきたことで資料が独り占めされてしまう可能性がある。だからこのままその神リンネを放置するのは悪手。ヤトガミトウカも何か罠を仕掛けるべき。だがリンネも私の大事な友の一人だ。それを陥れるなど。二人ともやめてください。それは自分の価値を貶める行為となってしまう可能性が高いです。ん？価値を貶める？はい。自分の欲求を満たすために他人を排除するというのは一般的に見て良い行動とは言えません。逆に嫌われてしまう可能性も多大にあります。なんだと？ぬぬぬぬ、騙したな。私は危険性に対してベストな提案をしただけ。実際にそれを行うかどうかはあなたの勝手。貴様、許さんぞ飛び市折り紙。ダメです。そろそろ授業が始まりますから落ち着いて。いつかくんたら朝から一人で何笑ってんの？ちょっと気持ち悪い。これはどこかに監禁した幼女のことを思い出しているに違いない。即刻通報の必要があるようだな。日頃の行いだバカ野郎。トウカちゃん、トビッチさんに幼馴染のリンネちゃん、さらには隣のクラスの山井姉妹までと思っていたら、そこにホームステイの女の子だと。この変態、ド変態。本当、シドウはみんなの人気者だね。ええ、みんなのシドウさんですから。あら、そうですの。シド、大変です。トウカと折り紙の言い争いがどうでもいい方向に脱線しています。最初はリンネの話だったのに、今はコシアン派かツブアン派かで争っています。コアラ、トウカちゃん、トビーチさん、ダメだよ、もうすぐ授業なんだから着席しないと。わかった、すぐに戻る。すまぬリンネ、私もすぐに戻るぞ。二人とも分かってくれればそれでいいの。ほら、指導もそろそろ着席。その私なんて大したことしてないから。ヤトガミトウカ、覚えておくといい。これがその神リンネの手口。なるほど、こうすれば指導に褒められるのか。さすがです、リンネは手慣れていますね。トウカや折り紙の言うように、本当に強力なライバルということですね。ようやく実感できました。いいえ、独り言です。はい、そうですね。
始めますよ。